Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jeevan Thamai, and in this video, guys, we're gonna be reacting to No No Girls episode number 4. Third round, no is equal to yes. So without any delay, guys, let's just get into this reaction. The elimination is about to happen. Now it's gonna be sad.私は受かる気持ちは正直わからないけど、だからここまで来たみんなは本当にすごいんだっていうことをみんな自身分かっていてほしいです。とりあえずはここまで本当に最高、本当にお疲れ様でした。まずじゃあ A チームの、あのエデルチームから発表していきます。私はこういう人間ですっていうのが見えた気がして、すごく持ってる方が本当に多いグループ。かえでちゃん、かえでちゃんはリハの時から今日までそんなに変わってなくて、なんかパンって突き抜けた部分はあんまりなかったかなって思ったんだけど、そのハニーフラッシュのところが私はすごく自信持ってるところだと思うの、楓ちゃんも。でその時の目を見て、あ、まだまだ多分いけるんだな楓ちゃんはっていうふうに思いました。なので、次もI thought it was, she was gonna go. The moment when she said, you know, you have not improved much, I was thinking that maybe she had not passed round three. Yeah. Okay, Yuju-chan. 正直さ、その歌もラップもダンスもほぼ経験がないじゃない。その中でどういうふうに成長していくんだろうというふうにこうずっと見守ってたんだけども、あの。成長は確かにしてました。初めていろいろやったにしては怖すぎるぐらいスピードをグンってしたんだけど、私がやっぱりずっと気になってたのが1時2時の時と今日がずっと同じ表現だったのが気になりました。ある意味、あ、こういうアーティストさんになるんだろうなっていうのがいい意味でも悪い意味でも見えたんですよ。それが私はゆうじゅちゃんにとってはすごくいいことだと思うんだけど、今回の企画にとってはちょっと残念だったなって思いました。なんで今回はごめんなさい、ありがとうございました。ありがとうございます。素敵でした。でも本当に I would have cried honestly. 最後の瞬間まで素敵な声をずっと聞かせてくれてありがとうございました。歌とダンスと歌いながら踊るって全部違う脳みそ使うから、きっと大変な時期を大変な時間を過ごしていたんだろうなっていうのはもう想像にやすいんですけど、歩くとか走ると同じように歌いながら踊るっていうのが入ったらまたもう一個想像を込めてくれるんじゃないかなと自分は思っているので、また姿見せてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。次が響き、響きちゃん、今日さっきりゅんりゅん先生からお話あったように、まあ、ステージの上で言い訳しちゃったりだったりとかいろんなことがあったと思うんだけど、歌が自分にとって得意なことだったので、それを最大限に発揮できずに風邪を引いちゃって、ひびきちゃんが一生懸命泣いてるけれども実はあなたはとっても輝いていました。で何がまずいかって、ステージの上で泣いてるあなたの甘えがまずいです。ひびきちゃんの中ではマイナスになったと思うんだよね、今日の出来事が風邪ひいちゃったりとかでそのマイナスになった部分がたくさんあったと思うんだけど、そんな中でもできるっていうことはたくさん練習したっていうことだと思うので、課題としてはやっぱ前向きにもうちょっとなってほしいなって思ってます。なので次も前向きでお願いします。お願いします。次ゆりちゃん、ゆりちゃんは私が実は書類の時から
あ、この子は何か持ってるなっていうのがなんかあったんですよ。ずっとカリスマ性がこの人はあるなっていうのをずっと思ってたんですね。でも実際にこう2次審査3次審査って進んでいくうちに一定だったんだよね。ゆりちゃんはずっとこう歌もダンスもずっと一定なところで、上手くもない下手でもないっていうところにずっといる感じだった。けど今日それが変わったんですよ。多分自分と向き合ったんだろうなっていう時間を感じて、ゆりちゃんから今日すごいはっちゃけてた気がしたの。私そのゆりちゃんがステージの上で私を見せるっていう意思をすごく感じました。なので私は次も会いたいなと思います次も見たいなと思いました。なのでどんどん殻を破ってってほしいです。自分はよく強そうとか一人で生きていけるみたいなことを多く言われてきて、やっぱり自分でも弱いっていうのは自分でも思ってるので、 Everybody has their vulnerabilities. このチームで ステージを披露できたのはすごく自分の力にもなったし、自分が甘えられるような場所もできたと思っているので、すごくチームのみんなにも皆さんにもすごく感謝しています。ありがとうございます。おめでとうございます。次がかいちゃん。 Oh, she's already crying. その1時2時の時から本当にセンスが抜群に光っていて、本当に目を引く存在だったんですけども、ずっとリハの時からトーンが気になるっていうのと、そのちょっとフローを変えてみたらどうだろうかって言ったのが多分変わってなかったよね。自分的にはそのフローであったりその音をちょっとメロディーを入れてみたりしたんですけど、うんうん、ああなるほど、伝わってなかった。そっかそっか。かいちゃんのいいところでも悪いところでもあるんだけど、私とかその周りの先生とかが言った時にそれを一回こう疑問があった時にこうあんまり聞かずに自分で飲み込んじゃって自己処理をしてしまうところがある。 No, that is a hurdle. That is a hurdle. Some people really have that kind of a problem. 今回チーム活動と自分の見せ方においてはちょっと足を引っ張ってしまったかなって思う部分だったかなと思います。でも誰よりも楽しそう でそれはすごく私も多分先生もみんな思っていたことで、あ、この子のことずっと踊らせてあげたいな、ずっと歌わせてあげたいなって思えるような人だったんですけど、絶対どっかで咲くんだろうなこの子はって思いました。でそういう信頼も込めて今回はごめんなさい。でもかいちゃんが次咲かせる花をぜひ見たいなと思いますので、これからも頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。 Pre-applications from Team A パンサーの Okay, Team B, Black Panda だろうなっていうの。まずココちゃんと考えて自分で行動するっていうのがいろいろあったと思うんだけど、最初はそのチームとしてそれがどう作用するのかちょっと不安だったところでもあったんだけど、いい雰囲気になっていて、あ、こういう風なココちゃんの思うココちゃんのチームの像がちゃんと見えてる感じが私は個人的にしたんですよ。正直そこに集中をしすぎてる感じがしていて、自分のパフォーマンスにあんまりフォーカスができていなかったんじゃないかなって正直思ってたんですね。でも今日こんな大女優は見たことがないっていうぐらいちゃんとその曲に入り込んでいて、エンタメとしてカメレオンタイプだなってすごく正直思ったので、どんな曲でも合うんじゃないかなと思ったので次も見てみたいなと思いました。 OK、 次も他の曲でもぜひお願いします。次がココナちゃん。ココナちゃんはリハの時からすごい楽しそうで、ココナちゃんがココナちゃんであるっていうことをすごく大事にしてたと思うんだけど、それをすごくずっと感じていて、私は見ていてすごく幸せな気持ちになったというか、あ、こういう子に音楽をやってほしいなって本当に思う
反面今日はちょっと惜しかったなっていう部分がちょっとありました。多分私も言ったと思うんだけど、振り付けとのバランスをちゃんと取ってほしいっていうのも言ったと思うんだけど、そのバランスの取り方がもうちょっとだったかなって思っていて、でラップのトーンもだいぶ良くなっていたんだけども、そのもうちょっとそのトーンを活かせた何かがあったんじゃないかなって思います。けどブレなかったんだよね、ココナちゃんココナちゃんであることが。でそれがすごくこの曲を武器にして自分のパーソナリティというかそういうものをしっかりと出していたところがすごく印象的で、あもうこれができてれば十分だなっていうふうに思いました。一番難しいところを多分やれてたんだろうなって思ったので、次もぜひ見せてほしいなと思います。お願いします。お願いします。 Chrissy got to write ジスちゃん、私正直そのずっとダンスを心配されてたじゃないですか。で私どんな風にやってくるんだろうなって実は注目してたんですけど、スプラックダイヤモンドでこう後ろ振り返るちゃんと練習してきたんだなっていうのをすごく感じる目線でした。でその時の目と歌ってる時のバランスにやっとバランスが取れたと思うんです、はい、ここが見えたらもう伸びるだけだろうなっていう感じがしました、はい。のであの次もぜひ見せてください。 ありがとうございます。じゃ次チカちゃん。チカちゃんは実はずっと気にしていたんだけども、ずっと自信がなさそうだったのがずっと気になっていて、その誰よりもやっぱ不安そうだし、そのチームでいる中でもあのずっとこうピリついてるのがチカちゃんだった気がしていて、それってどうしてだと思う？自分ではみんなが上手だし、 Yeah that's true. When you're surrounded with a pool of talent, you do doubt yourself. That is that comes on naturally, I guess, to a lot of people.なんか、はい、チカちゃんの一番心配なのがデビューしたら一番多分気を病むのがチカちゃんだと思う。でやっぱりこのこんなこと言いたくないけど、やっぱアーティストっていう職業ってやっぱ心の健康には悪い職業ではあるんです。やっぱこう毎回毎回ね、何百人何千人何万人の前で立ってパフォーマンスして、で評価されて、知らない人にずっと名前をね上げられて話題に上げられて、そんなのね普通の精神状態じゃいられなくなるんですよ。でもそれも仕事だし、こう緊張に勝つのも我々の仕事で、緊張コントロールするのも、そこをどういう風に向き合うかっていうのをもうちょっとこう自分、それは自分と自分で話し合うしかなくて、どんなに偉い人どんなにすごい人と話し合ってもどうにかなるものじゃなくて、自分のことを信じてあげることしか、はい、道はないので、そこをぜひ頑張っていただきたいなって思います。でも絶対に次も会いたいと同時に思います。 Okay, with the way she was going at the shoot, not make it to the next round, right? Even she felt it. 絶対ダメかと思ったから。 Same here. 毎日ママと電話するんですけど、ママは一番そのメンタルの部分で、しかもそうやってメンタルもう自分は大丈夫って、死んでれば大丈夫やけんって毎回言われて、じゃあ皆さんに同じこと言われたから、またその心の部分がまた自分を自分の足を引っ張ってしまったのかなと思って、だからまた新学期で本当に可愛い子を見つけた時の気持ちというか、こうなんかこの子素敵っていう気持ちになったんですよ。でそれがやっぱりこうどん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 こうリハとかを進めていくうちに、どういう風にこの子は作用してくるんだろうなっていう風に思っていて、みんなに追いつこうと頑張ってた気がすごくしていて、あのそればっかりになっちゃってたなっていう感じが、私はもったいなかったなって正直思う部分で、うまくうまくっていうのをちょっと意識しすぎたかなって思います。で私も本当はふうかちゃんもっともっとと思ってたんだけど、破らないと私たちは手を差し伸べることができない、
ですね。同時に風花ちゃんが探すものであって、こういう風花になりたいっていうのが自分の中で、でそれがもうちょっとだったかなって思います。なので今回は残念だけども、風花ちゃんだったら私は絶対綺麗な形で音楽にまたできると思うので、それを楽しみに今は待ちたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ここまでできることが多い方っていうのは本当にもう日本中世界中探しても本当に珍しいくらいなので、次は何ができるよりも何がやりたいをもっと大事にしてあげてほしいと思います。エゴイストって難しい言葉だけど、アーティストとして揺るがないエゴっていうのはすっごい自分支えてくれたりするので、見つけて探して大事にしてあげてほしいなと思います。でも本当に素晴らしいパフォーマンスでした。今まで努力してくれて本当にありがとうございます。素敵でした。Okay, so four people from this team went. もう何も知らない。リハの時から結構雑だったイメージがあって、だいぶ丁寧になってました。今日やっとあかりちゃんの声が、本当の声が聞こえてきた感じがしていてすごく良かったんだけど、もうちょっと自分と会話をしてほしいなって思いました。みんなやっぱ失敗しちゃったとか、間違えちゃったとか、ね、声が出なかったとか、そういうところをみんな気にしていると思うんだけど、実は私たちそんなところ見てなくて、この子がどういう自分になりたいのかが見えるかどうかと、どれぐらいの時間を費やしてきたのか、自分とどういうふうな会話をしてきたのか、そういうところを実は見てるんですよ。なのでその今日のパフォーマンスがどうこうとかじゃないんだよね。正直あかりちゃんもっと自分との時間を持ってほしいなって思いました。あかりちゃんの思うあかりちゃんをこう具体的にというか体現できるようになってほしいなって思うので、今回はごめんなさい。ありがとうございます。で次が直子ちゃんだったんだよね。こう波があんまりなかった感じが、でそのあんまりバッてこっちに来るものもなかったし、どっちかっていうとその直子ちゃんの中でこう完結してるものというか、今日ねそこだけが良くなればすごいいいなと思ったんだけど、なんとねちゃんと中から光が出てきてたんです、直子ちゃんから。でそれをすごく感じて、ビビビってこう光ってくるものを感じました。まだでも本当に卵でいうとちょっと割れたぐらいで光が見えるぐらいなんだけど、もうちょっと卵を割るっていう課題として、次もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ももくちゃんはね、パフォーマンスしてる間でも空気が変わるんです。一気にバッてこうももか色の風が吹く感じがすごくしてて、それは本当に羨ましいなって思うんだけども、もうちょっと感情の部分、その今までももかちゃんがその目で見てきたものだったりとか、光景だったりとか、人生をもうちょっとだけ見たいなって思います。そのパフォーマンスに現れてくれたらいいなって。でそこってやっぱりその自分と話し合っていかなきゃいけない部分だし、もうちょっとだけパフォーマンスでそれをこう一本針としてこうプサッと当てて通せる作業ができたらいいなって思います。けどもう針は今日刺さった気がしてるので、それを次までにはぜひ通していってもらいたいなと思います。で次もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。She passed. その時からそうだったと思うんだけど、歌も She has a very distinct personality. 完璧で本当に私もかなわないなって思うぐらい、すごく素晴らしい歌声とスキルをもう持ってらっしゃるんですよ。けどその反面、全体のスキルが結構まだらなのが気になっていて、ダンスもあって歌とバランスを取らなきゃいけないっていうのが
私愛花ちゃんをずっとリハの時から見ながら、あもうちょっともうちょっともうちょっとだって思ってたんだけど、やっぱりちょっと劣っちゃっていて、そこがちょっと足りなかったかなって、日数的にもこんなに上手な愛花ちゃんがって思う子も多分たくさんいると思うんだけど、ちょっと間に合わないかなって思うスキル感だったかなと思って、本当に残念なんだけども、今回はありがとうございました。 ありがとうございます。悔しいです、正直。もっともっと自分が踊りが上手かったら、スキルがあったら向こうに立てたのかもしれないっていうことを思うと本当にすごく悔しいですけど、私はこのオーディションを受けて本当に良かったと思ってるし、皆さんに出会えたことを本当に感謝しています。だし努力し続けようと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。人柄っていうものが指す言葉が最近本当に変わってきたと思っていて、今まではなんか性格優しいみたいなものだったと思うんだけど、もうなくしやすいから、そこだけ気をつけてもらいたいなって思います。なので次もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。She also passed the three people from that other team passed it. Yeah, this is really good. 最初ね、正直そんなに目立ってなくて、ここはちゃって、まあ上手だけど。てんてんてんっていう感じだったんだよね。でもココアちゃんの中でなんか見つけた感じがすごくしました。で今回のパフォーマンスでちゃんとそれが具現化されてるのも感じました。でももうちょっと具現化しなきゃいけないなっていう課題は残りつつ、だけど次も絶対見たいっていうふうに思いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。レイちゃんいっぱい頑張ったね。ありがとうございます。いろんな葛藤があったと思うし、チームのお姉さんとかみんなのおかげでもすごくね、自分を発揮できたんじゃないかなって思います。ありがとうございます。そうだね、正直ダンスはやっぱりそんなにまだ時間かかるなっていうのが正直のところで、でもそれにこう負けない歌唱力がやっぱりあって、これ本当に悩んだんだけど、すごくすごく悩んだ結果、レイちゃんの歌ってめちゃめちゃすごいの。本当にいろんな人を動かすと思うし、いろんな人の人生を変えるスイッチを押すと思うんです。なので私は無理にダンスをしてほしくないって思いました。なので今回はごめんなさい。だけど違う形でぜひまたレイちゃんを見たいなと思いました。ここまで本当にお疲れ様です。ありがとうございます。I love that. 本当にそれを見てきっと来ましたので、ぜひ次を見たいなと思いました。ぜひよろしくお願いします。お願いします。It was amazing. またイメージがあって、さやかちゃんがずっとこうブンって前に来るタイミングをずっと待ってたんだけども、それをまあ待っては待っては来ずにっていう感じだったんですよ。で、まあ、さやかちゃんが持ってるものって何なんだろうっていうふうにずっと気になっていて、中間の時まで見えなくて、でその後のそのボーカルのタイミングでも見えなかったんだよね。なのですごく残念だなと思いながら、で今日もマイクの使い方がやっぱりまだちょっと入ってなかったみたいで、ちょっともったいないなって思ったんだけど、それを越す狂気を感じたんですよ、さやかちゃんから。私それね、今までこう探ってみようとしてたものが、今回さやかちゃんから見せに来てくれたんです。私はこういう人間ですっていうものをしっかりとパフォーマンスを通して見せてきてくれたことが、私はあ、ちゃんと自分といっぱい会話したんだろうなっていうのが伝わってきました。なので次もぜひよろしくお願いします。マヒナちゃんの一番あったんです、頭の中に。っていうのはすごくよく言えばもっと絶対成長するし可能性をめちゃめちゃ感じる。 Okay, the way she started, I think she's not gonna get it. まだ時間かかるなっていうのも感じてしまうんですね。
ずっとまひなちゃんも多分今回曲についていこうとか歌をしっかり歌おうダンスをしっかり踊ろうっていうところにちょっと引っ張られすぎていたのかなってちょっと思います。で、あのそこはちょっと残念だったんだけど、でもあしょうがないのよこれって、もうちょっと時間かかるなっていうのが私のあの感想でしたけど、本当ここまでしっかり食らいついてくれてやってくれたまひなちゃんは素晴らしいし、でももうちょっと時間をかけてほしいなって思いました。ので今回はごめんなさい、だけどまた絶対に頑張ってほしいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございます。 So she's not selected, right? So three members were selected. 私たちまでじゃん。ちょっと顔がずっと硬いのが気になっていて、多分歌うことに多分必死だったと思うんだけど、あの多分集中がそっちまでいかなかったのかなっていう感じをすごく感じました。で、あのリハの時から結構心ここにあらずみたいな感じなのがずっと続いてた気がしていて、あの多分、まあ、曲も難しかったと思うし、それについて考えるので多分頭がいっぱいあったのかなって正直ちょっと思いました。でも私死にませんっていう感じを今日感じたんですよ。何なのか分かんないんだけど、私はでもこの直感を信じたいなと思っていて、でももちゃんからその私ここにいますよっていうのをすごく感じました。なのでそのももちゃんをしっかり持って次もぜひ見たいなと思っていて、よろしくお願いします。ゆきのちゃんはあのやっぱり歌がすごく上手で文句がないんですよ。けど歌に全振りをしすぎちゃってるのがちょっともったいなかったっていうのも、歌をきれいに歌おう、歌を上手に歌おうっていうところにフォーカスがありすぎたのかなって、ちょっとそこが残念だなと思いました。でもそれって本当に素晴らしいことで、ゆきのちゃんは歌手としてはものすごく素晴らしい歌手だと思うんですね。けどエンターテインメントとして歌ができるかって言われるとまだ時間がかかるかなと思いました。ちょっと演技に近くて、やっぱりこういうショーケースってちょっと演じきれてなかったかなって、あのリハの時もうちょっとね顔柔らかくなってたと思うんだけど、ちょっとまだ型にはめすぎちゃったかなっていうのがあって、雪乃ちゃんの本当に雪乃ちゃんをあんまり見えなかったのがちょっと残念だったなっていうので、今回はごめんなさい。だけど絶対ここまで上手かったら絶対何者かにはなるはずなんですよ。なので私も今後相談乗りたいと思うし、頑張ってほしいなと思いながら、いろんな感情になってほしいなと同時に思いました。なので頑張ってください、これから。ありがとうございます。ヘタの前にやっぱりどんな歌をこの人が届けるのか、歌ってこの人にとって何なのか、音楽ってこの人にとって何なのかっていうのを示す場だと思ってるので、そこにたどり着いてほしかったなっていうのがちょっと残念だった部分かなと思います。今回はごめんなさいだけども、あのこれを機会にあやみちゃんにとっての歌、あやみちゃんにとってのダンス、音楽が何なのかっていうのをちょっと向き合って、またしっかりと楽しむところから始めていってくれたらいいなと思います。ありがとうございます。次がふみのちゃん。上声でずっと歌う癖があって、でそれがまあ一定に聞こえていたので、私の中で、あもうちょっといろんなパターンがあればいいなとか、あもうちょっとこういう風にあのいろんな色が見えたらいいな、ふみのちゃんからっていう風にちょっと思ってたんだけど、今日もあの一定ではあったんですよ。あのふみのちゃん節というか、ずっと同じ感じで繰り広がってたのがもったいなかったんだけど、同時にあふみのちゃんしかこれできないなっていう風に思ったんですよ。素晴らしい歌声を持っていて、しかも努力をしたんだろうなっていうのがすごく伝わってきたんです。あのリハの時ずっと顔が硬かったと思うんだけど、今日すっごいニコニコさ笑ってたんだよね。自分なりにすごいいろんな解釈したんだろうなって思いました。でその自分の費やしたふみおちゃんの費やした時間を本当に感じました。なので次もぜひ見せてほしいなと思います。ありがとうございます。
as she passed. やっぱり中身があんまり見えなかったのがすごく残念だったなと思いました。でもうちょっとね、もうちょっとで見えそうだったんだけどね、もうちょっとで本当に見えるところだったんだけど、もっと柔らかいところがリンゴちゃんのね、部分が出てきたらよかったなって思う部分がちょっともったいなかったので、今回はごめんなさいという形なんですけども、けど本当にかっこよかった。ただもうちょっとリンゴちゃんがリンゴちゃんであってほしいなと思います。はい、僕兄さんだった。お待たせしました。She has to make it, okay? She is the one that I remember the most from last episode. 本当に結構食らいました。本当に素晴らしかったです。これもうリリースしたんだよ。愛子ちゃん、やっぱり一番顔で踊ってるんですよ、愛子ちゃんが。私はここで生きていくのよっていう強い意志を本当に感じていて、自分のいるべき場所っていうか自分の見せ方みたいなものをちゃんと時間かけたんだろうなっていうのが伝わってきたので、ぜひ次も会いたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。次ジュエルちゃん、ジェルちゃんはもうちょっと雑すぎるイメージがちょっとありました。ちょっと気になっていて、そこがで、もうちょっと気を引き締めてほしいなって思いつつ、ずっと自分のステージだから、どこにいても自分がいるし、どこにいても見られてるっていう風になんか気にしてほしいなって思いつつ、やっぱり女優でした。でも本当にすごい演じていたのがすごく私は好印象で、ジュエルちゃんがどういう人になりたいのか、ジュエルちゃんがどういう人なのかっていうのがすごく、見せてくれるなこの子はっていう風に感じたので、ぜひ次も見てみたいなと思いました。 Yeah, I think everybody's gonna make from this one. 欲しい。ずっと楽しんでね、やってたと思うんだけど、 Exactly, she's having the time of her life. もちろん伝わってきていて、どうしてもやっぱりね、このチームは素晴らしかったんだけど、ちょっと文化祭っぽかったのも事実としてあります。でそこがどういう風にパフォーマンスで、ね、補うんだろうって思って、やっぱりアミちゃんってこの楽曲ものにしてたと思うし、しっかりとアミちゃんっていう自分、アミちゃんが見えたんですよ。けど同時に天井も同時に私は感じてしまって、アミちゃんっていうキャラの限界というか、アミちゃんっていうものがどこまでどういうアーティストになるのかっていうのがちょっと見えた気もするけど、だからチャンスを与えたいなと個人的に思っていて、次もぜひ見たいと思います。だけどちょっと危機感を持ってほしいのが、アミちゃんがこの楽曲だからすごく合っていた可能性もめちゃめちゃある。今後どういう風に自分の殻を、アミちゃんっていうものがどういう人間なのか、深みをもうちょっと見せてもらえたらいいなと思います。はい、サラちゃん、サラサラ感じなのがずっと気になっていて、でそれっていろんな経験をもちろんしたと思うんだけど、そのいろんな感情をちゃんと受け止めてこれてたかしらっていうところがちょっと私気になっていて、サラちゃん自身の何て言うんだろうな、自信のなさみたいなものが、パフォーマンス自体ではそんなにないの。歌だったりとかダンスもすごく自信満々にやってるところは見えるんだけど、なんだろう、顔を動かすのがあんまり自信がないのかなとか、いろんな表情をするのがまだそんなに慣れてないのかなとか、いろんなところがあったんだけど、やっぱりサラちゃんを越せるそのポーカーフェイスはいないです。なので次も絶対に見たいって思いました。だけど She was thinking that she's getting eliminated. 身が引き締まってないな今っていうタイミングもちょっとちらほらあったから、集中だね、サラちゃんに大切なのは、自分がどういう人間なのかもっともっと知れるタイミングがあると思うので、そこを頑張ってもらいたいなと思います。ありがとうございます。はい、次も素敵なパフォーマンス見せてください。じゃ最後ステラちゃん、お待たせしました。でも可愛らしい感じで、ずっとこのチームにいて、ちょっとかすんでたというか、その前みんなキャラが濃いから、
あのステラちゃんどんな感じだろう、ステラちゃんどんな感じだろうっていう風にやっぱこう探ってみる感じが多かったんだけど、今回破ったね、ちゃんとしっかり破ったね、自分の足で、それをすごく感じました。で、可能性が一気に広がりました。最初正直ね、ステラちゃん見てた時に大丈夫かなって心配してたんだけど、本当に素晴らしい破りだったと思いますので、次もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。So almost everybody made from this team made it, right? Is this the first group? Yes. I mean, that was the most best performance of all the performances that I've seen, right? 20名です。 Oh, it's gonna get tighter and tighter. ありがとうございます。で、ちょっとね、これはちょっと例外中の例外なんですけど、私のオーディション番組だからちょっと本当に許していただきたいところがあるんだけど、ギリギリ入らなかったのが、まひなちゃんだったんです。で、まひなちゃんは正直私の直感を信じるのであれば、きっとラップがとっても上手なはずなの。はい、そうだよ。約束はいらないわ、じゃあよ、酸素味方もう十分だったでしょう。 She has that voice and that swag. 全部どうでもいいと、あとまひなちゃんが聞いてて勝手なあれだけど、ラップもうまそうだなって、そう、ラップもそう思ったりとか思わなかったりとかしてるんだけど、アタックがね、そう、アタックが、そうそうそう、入るから、そこをちょっとなんとかできたらいいなと思います。だからもしよかったら、まひなちゃんラップで 3.5 審査を受けます。 Obviously she would, I would totally。Who would say no to such one? Even if I didn't like to rap, I would say yes. Because, you know. Let's do it. Let's do it. Can I give you a chance for Mahina? Well, I'm from the beginning. I'm going to do it for Chamina. I'm going to do it for Chamina. Let's do it for Chamina. Let's do it for Chamina.お願いします。じゃあもう一旦こっちに。いい？ OK。マヒナ。Oh, I feel bad for these 9 who didn't pass round 3. どう？そうだよね。私本当にあれなんだけど、綺麗事がもう大嫌いだから、綺麗事抜きにして言うと、ある意味イエスなんですよ、ここって。OK なの、世間的に見てもう十分な人たちなんだよね。今回はこうパフォーマンス実力でこうなんて言うんだろうな、評価をされてるって思うかもしれないけど、30人に選ばれてる時点でもう十分なんだよね。正直方向性の話であって、決してダメでしたとかっていう風に受け止めないでほしいなっていうのがあって、私がこう、あんまりこの話私もあんまり好きじゃないから言いたくないんだけど、まあ言ってみよう。私がね、そのレッスン受けた時に先生に言われたことがあって、そのまあ言ったかな、これ、みなちゃん黒なんだよって言われたことがあるの。I think she said this before also, right? それと本当に一緒で、私にとって黒って何なんだろうみたいな、あなたが端っこにいるだけで全員を悪くしちゃうと言われたことがあるのよ。で、あなた絶対に真ん中にいなきゃいけない人だって、それができないんだったらもう諦めなさいって言われたことがある。で、多分これインタビューでも話したよね、うん、でもそれで続きがあって、その先生にはもうやめろって言われたのよ。そのもう今やめた方がいいと、みなちゃんは韓国語も喋れるし英語も喋れるし他のこといっぱいできるじゃんって、だから
今やめて他の道に進んだ方が絶対利口だよって、頭いい判断だよそっちの方がって言われたし、あの正直可愛くないから、あのもうちょっとなんかこういう表に立つとかじゃなくて裏の仕事とか考えてみたらとかも言われたの。でも私はね絶対ここが良かったのよ。絶対に歌うことが良かったし、絶対に歌を作ることが良かったの。でもこうやって思えてることって、私と同じ気持ちの子がこの中にもいると思うんだけど、そうやって思ってる時点で絶対に大丈夫なんだよね。どんな形でも絶対に咲くの、それって、その花って。私の場合咲いた花って結構トゲトゲしてたと思うし、なんか言ってくれてんだろうな、無難だ、私は今幸せなんだよ。それでもで、そうやってみんなもこの気持ちがあるだけで絶対に、なんて言うんだろうな、あの時諦めなくてよかったって思うと思うんだよね。でこれで諦めることも OK だよ。私みたいに絶対にここがいいんだよって、私別に頭いい判断なんかしたくなくて、人生一回きりじゃん、思うんだったら私は力を貸したい。どんなことでも相談乗るし、でもいや一回ちょっと他のことやってみたいです、自分っていうんだったら、はい、行っておいでっていう感じ。でもやっぱ音楽で私たちはつながっているから、音楽のことは何でも言ってほしいし、大丈夫だよ。みんな本当にお疲れ様です。お疲れ様、本当にありがとう。ありがとう。え、ハグがしたい。来い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 。Next, what is going to happen? She looks amazing with the hair. What? They have to compose a song on their own? That's insane. Alright guys, that'll be for this video. That was our reaction to Nonna Girls of Cinema 4. I hope you enjoyed this reaction. Let me know if you feel about it. I'll meet you guys in our next reaction video.